ね、ファンサポーター。うるさい。これ朝4時くらいから。あれは新聞取り行った時だよ。さあ我々の活動が始まりますよ。我々の活動が始まります。おお、今日も元気にしてますね。今日も頼むぞ。お前ら頼むぞ。まもなく場内が暗くなります。歩行中の方は足元に十分ご注意ください。またペンライトをお持ちの方はサクサクルーライトを点灯してしばらくお待ちください。ついてない。矢島のところにボールが行きました。さあ前を向く中野聖也のところ、ヘディングシュート、こぼれ球シュート狙って決まった。中野聖也凱旋ゴール、今シーズン初ゴールはヤマハスタジアムから生まれました。クロスが上げれば落ちた、ヘディング見事追いつきました。今シーズン2ゴール目、大津ベンチャー行ってくるね。俺も行きたい、ちょっと待って。クリア、一度シュート決まった。次の1点は大宮。クリア一パンチング、そしてファーサイド松本雅也、クロスがふわりと上がります。ルキアヘッド来た、決まった。ルキアン5試合連発になりますけど、松本雅也のクロス、ルキアンヘディング、山田裕樹が決めました。次の1点、岩田が点を取りました。いや、頑張れ。
ライブじゃん。ジュビロの行きたい方向性がわからんくなってきた。おしゃれ目指してるだろ。今にミスチルとか来るんじゃない。Thank you.